湘南ベルマーレ公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。湘南ベルマーレフロントスタッフの猪狩祐樹です。ということでですね、今回はなぜこの YouTube チャンネルの番組をやるかといいますと、先月です、昨シーズンをもって現役を引退発表しました、あの方に来ていただこうと思ってます。もう早速お呼びしましょうか。石原直樹さんです。お願いします。ありがとうございます。いやー、渋い、激渋やん。もうありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、今日は、はい、このね、ベルマーレ公式 YouTube チャンネル、本当にたくさんの方が、ね、見ていただいてるんですけども、はい、この方々に、皆さんに向けてですね、石原さんのまあね、19年間のまあね、もうこれじゃ語りきれないと思うんですけど、少しでもね、石原さんの19年間のまあいろんなね、人生をね、振り返りながら皆さんにお伝えしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でも改めてですけども、石原直樹さん、ちょっとご説明しますけども、19シーズン、現役プロ選手として活躍されました。まずは J リーグ通算、これ恐ろしい数字でございます、467試合112点、はい、まあちょっといきますね、最後まで。で、 J1 リーグですと324試合71得点 J2 リーグですと143試合41得点湘南ベルマーレ在籍は8年間、ベルマーレでは188試合47得点と、そしてリーグ優勝2回経験します。すごいとんでもねえな、やばいっすね、これ改めてこう振り返って、この数字だけで見てもちょっと恐ろしいんですけど、あっという間でした19年間。それともなんか結構、ああ長かったな、いろいろあったなっていう感じですか。いや、正直あっという間だったんですけど、はい、まあこの数字を見ても、うん、はい、この数字見ても、はい、まあやっぱりもっと、すごい数字の人を間近で見てたので、はい、なるほどですね。もうちょっと物足んないかなっていうふうに思いますね。欲深いな、これでも足りない。やっぱり、うん、偉大な先輩方を見てきてるので、はいはいはい、はい、なるほどね。じゃあ上には上がいるっていうところも含めて、まだまだもっともっと数字的なところはね、そうですね、数字だけ見たらもうちょっと、積み重ねたかったなと。なるほどですね、はい、まあ、本当にこういったね、経歴を見てもですね、まあ、素晴らしいサッカー人生だったんじゃないかな。またJリーグでね、100点以上取るという中で言ったら、本当プロ選手になるのも一握りだし、試合出るのも一握りだし、100点以上をね、取るなんていうのはもう本当とんでもないことかなと思うんですけども、そんなところもね、感じつつ、まあ、19年間のプロサッカー選手人生をね、じんわりじんわり振り返っていきたいなと、はい、いうふうに思いますので、まあ、いろいろよろしくお願いします。ということで、まあ、いろいろさ質問ね、考えてきましたんで、まずはね、皆さん、まあ、知ってる方はもうたくさんいると思うんですけども、石原直樹さん、2003年にベルマーレ、まあ、加入という形でしたけども、まずは開幕戦で J リーグデビューしたということですけど、その時の自分の感情、もう何年前になります？19年前ですかね。19年前ですね。19年前のベルマーレの2003年の時、はい、3月ですね。3月、はい、開幕戦、はい、もうデビューしてるんですよ。どうでしたか、その時の感情覚えてますかと。感情はやっぱり、うん、まずは、はい、僕がね、18人でしたっけ、16人でしたっけ、当時そんな少なかったの？16っすよね。え、全選手で？いや、違います。メンバー入りが。そうだね、メンバー入りがね。はい、そうか、16人の時もあったんだ。はい、まあ、30人近く多分いたと思うんですけど。そうですよね。で、まあ、高校卒業した僕が、うん、メンバーに入っていいのかっていうのは、はい、一番に思いましたよ、ね。あ、自分の中でも。はい。はい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 。でもまあ、メンバー入って、しかもデビューもしてますからね。はい。ということで言うと、あ、なんとなくこう、もう加入してからメンバー入りそうだなとか、あ、試合出れそうだなっていう感覚は自分自身あったんですか？いや、なかったので、 なかったので、はい、逆に、うん、いや、いいのかなっていうのは。ああ、そこでね、練習とか、うん、まあ、その前の試合とかで、はいはいはい、手応えとか、うん、あ、スタメン、いや、メンバー入れるっていう感覚あれば、うんうんうん、まあ、そのまま、ね、スムーズに入れるんですけど、はいはいはい、いや、多分いきなりだったと思うんでそれは自分でもびっくりした。なるほど、はい、イメージ残ってますね。じゃあもう、あ、いや、入ったメンバーって感じで、はい、もう J リーグデビューを果たしたって感じですね。そうですね。
まあ、自分の中ではそれだったと思うんですけど、やっぱりちゃんとね、あの監督もそうだし、コーチも見てるんで、やっぱりまあ石原直樹メンバーに入れようというのはまあ間違いなかったんじゃないですかね、そこで言うとね。そうですね、ね、まあ、外国人の当時、サミヤ。サミヤさん。はい、監督だったので、はいはいはい。懐かしいね。懐かしいですね。懐かしい。なので、はい、まあ、正直、まあ、プロの練習も、うん、はい、なんですね、どんな感じでしょう、まあ、ここで言っていいのかわからないですけど、いや、言ってくれて、もうお伝えしてこう、まあ、雨が降ったら、はい、外でやらなくていい。何それ筋トレしてないでみたいな。箱入りじゃないですか。いやいや、プロって、うん、え、こういう感じなのっていうのが、雨濡れちゃいけないんだみたいな、はい、思ったのが、ね、今、覚えていて、はい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 、面白い、はい、だからなんか、うん、まあ、もちろんプロ入って、うんうん、で右左分からず、はい、練習 の, あの時間が違ったりとか、はい、練習時間っていうのは多分メンバー入った人と入ってない人、うん、あら、そういう時代もあったんですか。分けられたりっていうのも聞いてたし、はい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 、だからいろいろがやっぱ高校時代と違うことが多くて、もちろんあのメンバー発表とか、うんうん、前日にしたりっていうのも緊張の一瞬ね、はい、知らなかったので、はいはい、まあ、全てがこう初めてのことばっかりで、うん、でのメンバー委員だったので、ちょっと結構いろんな感情がもう一気に来た感じですね、うん、そうですね、だから不安の方が多かった。ああ、なるほどね、はい、まあそんな不安も多い中で、まあしっかりと開幕でメンバー入って、このデビューシーズンは2得点挙げてると思いますけど、はい、そこの2得点、まあいわゆるプロになって初得点もこの中に含まれてますけども、はい、記憶には刻まれてますかね。はい、新潟、アウェー新潟戦だった。アウェー新潟戦、はい、だったと思うんですけど、まあ、右サイドですね。右サイド。右サイドからのクロスを倒れながら頭で押し込んだと思うんですけど。はい、じゃあ鈴木義和さんとかですかね。いや、誰がクロス上げたかかはね、覚えてないけど。うん、で、まあ、その年デビューした年はもう1点決めた。そのもう1点はは札幌戦、うん、アウェー、それも、はい、札幌戦、アウェーなんですね、どちらも、はいはい、だったと思うんですけど、はい、ちょっと得点シーンが出てこない、はい、そりゃそうだわ。ちょっとあれですかね、出ますかね。あ、出ますかね、ちょっとどうぞ、はい、出る、はい、出ないよね、多分ね、はい、だってなんせですよ、112点ある中のやっぱい、まあね、デビュー戦、デビュー戦が、あのプロ初めてのゴールはもう覚えてるにしろ、112あったらやっぱ忘れちゃうゴールも多いんじゃないですか。あ、そうですね、多分、ね、まあ見たら思い出すんだと思うんですけど、今全部言えって言われてもそれ無理だよ。無理ですね、すごいもんね、100、はい、じゃその中でも、まあね、プロになって1年最初の得点はまあ一番記憶に刻まれてるかもしれないですけど、はい、この莫大な112点目分のゴールで、はい、一番に上げるとしたら、どのゴール、どのシーンのゴール、石原直樹は選びますか、自分のゴール。いや、難しいです、ね、これ難しい、これ、はい、1個に選べないと思うんですよ、それもちろん、どのゴールも素晴らしいんで、はい、僕なんか1点しか決めないんで、もうこれっていうのは言いやすいです、逆に、ね、逆にやりやすいですけど、言いやすいですね、うん、ポンってこれっすみたいなやるんですけど、112あったら、はい、56ゴール目かもしれないし、80ゴール目あのゴール良かったかもしれないし、はい、まあ、ちょっと語り尽くせないところあると思うんですけど、はい、どうですこれ、1ゴール上げるとしたらと、出ます、それとも出ないならもう出ないっていう、全部1ゴールは決めれないんで、うん、決めれないね、確かにね、出ませんね、出ないですね、はい、じゃ逆に刻、あ、このゴール結構印象的だなっていうゴールは、別にあの一番いいっていうわけでもなく、あ、印象的なゴールこれだなと。ここはやっぱり自分らしいゴールという、はいはいはい、結構ヘディングゴールが、ヘディングね、はい、多いと思うので、はいはいはい、まあ、そういう自分のストロングポイントであるそのジャンプの高さだったり、はいはいはい、滞空時間だったりっていうのを見せれたゴールは良かったんじゃないかなっていう。あ、じゃあ確かにパッて思い返して、僕今ね、ベルマーレのゴールもヘディング多いなってイメージありますもんね。はい、そうですね、2006年に9得点、2007年に12得点、そして2008年には18得点と、トン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 みたいな感じで、ね、はい、得点重ねてますけども、はい、まあ、当時ね、多分あのベルマーレ昔から好きな人はもう必ずこの人出てくるんじゃないかと思いますけども、アジエルとの
コンビ抜群でしたけども、はい、どうでした、実際にこうしばらくアジエと一緒にプレーしてみて、ああこいつめちゃめちゃいいわっていう感じでした、相性的には。そうですね、まずは、うん、性格ですね。性格がね、すごい陽気で、めちゃめちゃ陽気だよね、はい、彼フレンドリーで、まあ、それがやっぱり、うん、来ての印象的、うん、第一印象的、一緒に練習してて感じたことで、感じます、あれはすごかった。で、やっぱ一緒にやっていくうちに、うん、んとちょっと違うぞと何違うぞっていうの、いや、なんかプレーボールの持ち方だったり、はいはいはい、相手の駆け引き、うん、相手の駆け引きだったりって、はい、ちょっとやっぱ違いを見せてたので、でやっぱ実際 やると、うん、すごい安心して見てられて、はいはいはい、でドリブルできてパスできて、うん、まあ何でもできるなっていうのは、何でもできましたね、何でもできたので、まあ、あとはやっぱり自分次第だなと、うんうんうん、考え方を変えて、ああ、まあ、彼はいいから、彼はいいから、彼はいいかもしれないから、動くか、はいはいはい、サポート入るかで向こうが合わせてくれるなっていう感じはあったので、うんうん、確かに、はい、だからあとはもうタイミングだったり、うん、はい、相性抜群ってことですね、要するに。だからもうアジエルはもう間違いないから、はい、もうそこら辺はもう任せて、はい、あとは自分のタイミングして必ずボール出ると。そうですね、だから裏蹴れるんだったら自分が裏出ればいいだけですし、うんうんうん、逆にサポートが必要ならばサポートしてあげるっていう、うん、本当シンプルで、あのやっぱ石原直樹アジエルのこの良かったですね。なんかベルマル、僕もまあ昔から好きですし見てましたけど、あの時代は相当やっぱ変わり目でしたからね、好きな人も多いんじゃない思いますよね。そうです、なんかあそこら辺から、うん、まあこう一段一段、そうですね、はい、ステップアップできて、うん、自分的にも、まあ、クラブ的にも、はいはいはい、上がってるなっていうのを感じました、ね、ですよね。だってしっかり点取ってますし、この2006年9点、2007年12、2008年18、トントントンって、もうこれはもう何ですか、この得点に対する意識みたいなのがもうかなり劇的にこう変わってた感じですか、この、まあ、けど2005年の、はい、まあ、11月に多分怪我をしてしまって初めてですね、自分で大きな怪我だった。怪我はあんまイメージないですけど、はい、その9点取った年の多分5月か6月に復帰したと思うんですよ、ね、うんうん、なるほど。じゃあこれはフルシーズンじゃなくて、ちょっと途中まで腓骨の怪我がまだ引きずってて、ね、まあ、はい、キャンプからリハビリして、で、まあ、3ヶ月って言われたんですけど、うん、まあ、なかなかちょっと良くならなくて、うん、走ってジョギングしても痛いし、なるほどね、はい、っていうので結局試合に戻ってこれたのが多分5月6月ぐらいだったと思います。じゃあ実質、まあ、半年もかからないぐらいで9点取ってたってことは、ここで何かしらの2006年この怪我を機に、そうですね、だからどうして、はい、まあ、点が取れるようになったのか、なぜですか、はい、4年目からって言われるんですけど、おーおーおー、まあ、それはやっぱ怪我があったからっていうのは自分の中で言ってますね、はい、その怪我してたそのリハビリ期間も含めた時に、はい、なんか大事にしてたってことですか、それで言うと。そうですね、やっぱ試合に出れたっていう感覚があったので、うん、はいはい、まあ、やっぱその試合に出て怪我してしまった悔しさ、うん、怪我しなかったら自分出てたんだろうなっていう悔しさと、まあそこで、まあ、外から見て自分ならどうするとか、うんうんうん、練習や試合見て思えたことと、はいはい、あとはもう自分が何が足りないかっていうのが分かってたので、お3年、プレーしてて、はいはいはい、なので、まあ、そういうところを、うん、意識的に強化できたっていうの。だいぶじゃあその期間はめちゃくちゃ大事な期間だったかもしれないですね。普通に、まあ、逆にそのまま順風満帆に試合出てたら、もしかしたらですけど、どっかでつまずく可能性もあったかもしれないですよね。そうですね、どっちかですね、だからつまずくかもっと良かったかどうか。あ、まあ、確かにね、はい、それは分からないからね、はい、やってみるけどね、確かに。それでもやっぱ怪我をしっかりとプラスオンにしたっていう、そうですね、ところは良かったんでしょうね、はい、なるほどね。で、まあクラブと、うん、いろいろ話して、まあ個人的にも勝負したいということ